第三の選択っていうのはあります。それはまあこのまま温暖化は進むんですけど、戦争はまあ何かしらあるでしょうけど、とにかくプラズマ照射もせずで氷河期にする、要するにコールドスリープもせず外側からね。そしたら無事今の地球はビガ派になり、そしてそのまま内が誕生します。そこの外の世界に、ね、そこじゃなくて外の世界で、もうビガ派になった時点で、つかなる前ぐらいからな、強烈な地震が地球全体にさら起きますよ。またビガ派になったらもうかなり動きますしね、胎児は。もう胎児とまた呼べない形かもしれないけど、胎児になったらもっともっと動く、もっと巨大になります、地球よりも。これが第三の選択ですけど、あと7000年ぐらいはなんとか住める可能性があります、地球上に。地球と呼べない形になりますよ、球体じゃなくなるからね。ビガ入ってもう球体じゃないので。んで第4の選択は、まあ本当に地球に対してもう何もかも悲惨にすれば、外側で慌てて、要するに第3次世界大戦どころか地球温暖化をわざとわざともっともっと進めて、毎日石油燃やして石油祭りガンガンみんなで、まあこういう程度ではそうでもないですけどね。とにかく化石燃料どん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 かがり火みたいにわーっと燃やしたら、さすがに外からコールドスリープさせると思います。だから第4の選択まで言ったかな。